こんにちは、影村です。今日ちょっとお天気悪くてすいません。この辺ちょっと暗いと思うんですけれども、ご了承のほどお願いいたします。今日はグリコさん4シリーズで、連続4シリーズ、すいません、何言うてるんでしょうか4商品買ってきて、昨日は1つ目で今日は2つ目ですね、赤リンゴと青リンゴ 100% 富士リンゴ使用のジュースですね。これは期間限定商品ではないみたいなんですけれども、そちらのジュースの動画ご一緒にご覧いただきたいと思います。それではしましたら、まず原材料名の方からご一緒にご覧いただきたいと思います。こちら、リンゴ香料酸化防止剤です。あと、カロリーの方は、1本あたり147キロカロリーということですね。はい、こちらが赤リンゴ、青リンゴ 100% の中身です。ちょっと濃いめの感じのアップルジュースですよね、がするんですけれども。それではお味の方、チェックしてみたいと思います。お、うまい。そうですね、2種類のリンゴがうまいこと絡み合ってるんじゃなくて、なんか感じ方によっては青リンゴ的な、喉越し、また味が変わって赤リンゴ的なテイストになってます。最初口当たりは青リンゴの風味だと思うんですけれども、独特のリンゴですっていうようなえぐみ的な酸味が強い感じが来るんですけれども、喉越しは赤リンゴでまろやかにさっぱりいただけるっていう感じです。美味しいです。グリコさんの赤リンゴ青リンゴ 100% ジュースですね。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。